となっています。これは山本のスリーポイント、さすがというさすがでしたね。はい、綺麗なシュートが決まります。さあこれ先ほど山本選手がまたスリーを沈めました。やっぱりこの最終クォーター、ここもやり返しますからね。そうですね、余裕すら見えるこの山本選手の。山本麻衣は最近 W リーグオールスターゲームのチーム渋谷でプレーしました。彼女はまた 3×3 の試合および3点シュートコンテストにも参加しました。9人の W リーグプレイヤーが3ポイントコンテストに挑戦します。富士通レッドウェーブの宮沢優希とトヨタ自動車の山本麻衣が同点だった。そして決勝の結果、山本麻衣が初優勝。山本、お、来た来た、インサイド強い、いや強いですね、と思いますね。はい、北村はナイスインで山本が決めました。山本選手、トヨタ、スマート渋谷です。渡嘉敷持ってきます。山本のところも元川激しくついていきますが、山本のスリーポイントなっています。これは山本のスリーポイント、さすがというさすがでしたね。プレーでしたね。綺麗なシュートが決まります。アウデーブリンはこれで8得点目。あのルイアースに対抗して、町田選手と宮澤選手のコンビに対抗して作ったんですよね。さあこれ先ほど山本選手がまたスリーを沈めました。やっぱりこの最終クォーター、三好選手はこれで4本目のスリーポイントシュート。さあ66対66、またもや同点となっています。おお、こちらも決めてくる。これはすごい。ここもやり返しますから ね、 そうですね、余裕すら見えるこの山本選手の。お、来た、渡嘉敷、渡嘉敷決めた。これはすごい、これは盛り上がりましたね。終盤シュート外さないですね、さすがですよね、選手たちしっかりと決めています。オーバータイム残り30秒も切っていますが、ダブルスクリーン、トリプルスクリーン、山本、さすが。チーム原宿が勝利ということになりました。いや、中川さん、オーバータイムまでもつれ込みました。盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。来たがなんじゃないですか。トヨタ自動車アンテロープスから山本麻衣選手、よろしくお願いいたします。さあ11ポイントが今最高となっておりますが、どうでしょうか、何ポイントを目指していく感じでしょうか。15を目指していく。 OK、 さあ15ポイント目指していきましょう。それでは行きましょうか。モルテンプレゼンツ3ポイントコンテスト6番手トヨタ自動車アンテロープスから山本麻衣選手、行きましょう。3、2、1、ゴー。イエス。わあ。さあ残り時間まだたっぷりあります。残り時間は30秒。 OK、さあ残り時間は20秒です。さあ来たぞ。 OK、 アウト。さあ10ポイント、アウト。11、アウト、アウト。これは素晴らしい1位になりました。さあどうです、やってみて。15ポイントまでいきませんでしたが、12ポイントどうでしたでしょうか。やっぱ動きながら
確かにそうですね、体力的にも結構消耗されるということで、お見事です。12ポイント、トヨタ自動車アンテロープス山本舞選手に大きな拍手をお願いします。さあ残りは3名となりました。続いては7番手、なるほど、4つ目に置いてたりするんですかね。さあまあもうインタビューは入れられないですね。いきましょう、ガチ勝負です。多くポイントを取った方が優勝となります。それでは行きましょう、トヨタ自動車アンテロップス山本舞選手、サドンデス行きましょう。3、2、1。さあ15秒、さすがです。です。さあ今の気持ちはどうでしょうか。嬉しいです。ありがとうございます。山本選手に大きな拍手を。さあこの後はですね、スキルズチャレンジ、そしてスリーポイントコンテストの表彰セレモニーを行います。改めてスリーポイントコンテストに出場してくれた皆さんに大きな拍手を。伊勢さん、トヨタ自動車の山本舞選手がスリーポイントコンテスト初優勝ということになりました。15得点。はい、素晴らしいスコアでしたね。私たちもね、ちょっとこうお茶の間にいるような気分で見させてもらいましたけども、はい、いやサドンデスまでもつれ込みまして、うん、宮沢由紀選手とのやり合い、そうですね、見ものでしたね、はい、やはりこうお話ししている時なんかですと素の彼女らしさとかが出るんですけれども、うんうん、皆さんどの選手もちょっとスイッチが入ると真剣な表情にキリッと変わりますね。そうですね、やっぱそのね、この切り替わる瞬間っていうのも見れるのはまたね、このオールスターというイベントの、醍醐味なんじゃないかなと思いますね、はい、でスリーポイントコンテストですと、どの場所にそのカラーボールを持ってくるか、また何投目に持ってくるかっていう、こういったところも戦略でポイント加算に関わってきますよね。そうですね、見てるお客さんもこの選手はこの例えば右45度の角度が、はい、三好選手ね、はい、確率がいいんだとかね、そういう気づきもあったかと思います、はい、いいですね、チャンピオンからチャンピオンにはモルテン製品一式と、うわすごい、はい、さらにバスケットに打ち込めるという、はい、素晴らしいですね、はい、もう打ち込んでるんでしょうけれどね、この山本選手はプレーオフで MVP ベスト5にも輝きましたし、スリーポイントシュートレギュラーシーズン、そしてダブルリーグのプレーオフでは MVP に輝きました山本になります。山本、マウリ、ステファニー、そして田中、永田です。まあ、こちら、はい、東京オリンピック昨年の、ね、夏に開催されましたけれど も、はい、山本、西岡、篠崎、西岡選手もですね、はい、海外 の190を超える選手に当たり負けしない体の強さを持っていてですね、はい、彼女の成長もやっぱり見えましたよね、やはりこの 3x3 の経験に、そしてそう、遠藤キリが入りました、はい、さあ10分間です。さあ裏をついていきました。最初の得点はスリーポイントラインが 3x3 ではアークというふうに呼ばれていて、攻守の切り替えの時にはアークの外に一度出なければならないというルールですね、さあ東堂
のスリーポイントシュートが決まりました。あ、これスリーポイント失礼、はい、ですし、はい、スリーポイントシュートとは呼ばないんですかね。そうです、あのツーポイントですね。ツーポイントシュート、はい、それで篠崎が決めての2対1。山本ぐるっと回り込んでナイスパスです。西岡、はい、これで同点。西岡選手、このこんな言い方なんですけど、しても大丈夫なんですよね。うん、そうですね、あの7つ目から、はい、7つ目からはそれであのフリースローが与えられる、はい、になってしまうと、このフリースローがかなり大きいんですよね。そうですよね、はい、まあ、ノーマークで打てて、まあ、1点なんですけれども、うん、はい、ゲーム中のその1点と変わらないわけですからね。うん、そうなんです。さあ連合軍は奥山が入っています。その奥山とシャンソンの吉田、もう一人あれ佐藤ですかね。そうですね、佐藤ですね、はい、あ、小池ですね。シャンソンのキャプテン小池が入っています。それに対しまして日本代表は篠崎、山本、永田です。うん、まだちょっとあの2ポイントが来てなくて乗り切れてない感じですね。なんか楽しそうにしている印象も受けますね。うん、そうですね。さあ手を出していきました山本。そうなんですよ、このショットクロックがですね、山本そして田中が入っています。対しましてオールスターズ側、宮沢、そして馬瓜、ね、エブリンと三好が入っています。はい、まあ、トヨタ自動車の3アンドダンが入ってきたということになります ね、 ムードメーカーのエブリン、はい、そして、ね、引退を表明しました三好、このオールスターでの、うん、エブリンからの三好というところでしたけれども、この人も見納めということになりますね。そうですね、焼き付けないといけないですね。はい、見どころ満載ですね。本当にもう何見ていいのやら、はい、もう一瞬一瞬が惜しいですね。はい、さあ山本、さあリバウンドは宮澤、エブリン。さあ10分ももう半分経過しています。はい、15対8、ダブルリーグオールスターズが7点リード。これもうショットクロックがもうないですね。あ、はい、まあ、選手たちも交代したばかりということで、西岡ゴールしたエブリに対して制しました。今があの 3x3 でいう速攻ですね。一度アークの外に出て、はい、すぐゴール下にパスをしてシュートを決める。あ、これはエブリンの得意なところです。シュート入りますね、連合軍。さあ山本、前には三好、田中が今度はナイスドライブからです。これで10点目にしました日本代表。6点差です。残りは3分半。21点取ったらそこで試合終了。ね、はい、山本の2ポイントシュート来ないですね。代々木第二体育館という会場でしていますけれども、はい、3x3 の見どころって、あの街中でしているというところ、うん、さらに BGM とか MC とか非常にかっこいいんですよね。はい、そうなんですよ。やはりいろんな方、はい、まあ、バスケットボールを知らない方の目に触れる機会も非常に多くてですね、まあ、フェスでしたり商業施設の中でやったりですね、はい、上から見ることもできるんですよね。そうなんですよ。そこで初めて 3x3 を知るという方も非常に多くてですね、またそういう多くの観客の皆さんの前でプレーをするというのも選手自身も盛り上がりますし、はい、いや素晴らしいですね。1点差ですね。1点差に追いつきました。さすがの日本代表チーム。さすがです。これ決まると面白い。さあリバウンド、アーク外に出して2ポイントシュートくれば逆転とはならず、うん、まだ1分ありますからね。はい、1点差、はい、2ポイントは、うん、さあ水野、初出場の水野です。結構 3x3 ってシュート打った後のオフェンスリバウンドに行けるんですよ。はい、そこのポイントって結構重要で、打った後すぐ自分でオフェンスリバウンド行くというのは結構あの有効的なんですよ。自分でアシストするようなもんですからね。はいはい、宮坂から水野、さあアウトサイドシュート、これは大きいですね。宮坂の外のシュート決まって20点。さすがですね。1点差、見どころ作って、これ決まったらリバウンドですね。残りは8秒、ステファニー、
まだわからない、これはここでならないか。平松最後のシュートは決まりませんでしたが、10分終了のブザーなって20対19。詰めていきました。そして20対19でオールスターズが勝利と。